ブルレンズ、こちらですね。こちらから使ってみたい。これ、花の名というものでですね、どういうものかというと、見えますかね。百日相続、99。あとこれですね、セータカワダチソウ。はい、こんにちは、坂根です。いつもたくさんの動画の中から見ていただき、ありがとうございます。今日は、この花の名前をスマホで調べる方法をやってみたいと思います。皆さんは散歩されますでしょうか？私はですね、時々してるんですけども、その時、花ですごく綺麗な花があっても名前がわかんない花が多いんですが、スマートフォン持って歩いていれば、花の名前も今はわかります。そちらをご紹介したいと思います。初心者の方でもわかりやすいように丁寧にご説明したいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。では、実際にこちらの方の花を調べてみたいと思います。使うアプリですね。まず Google レンズ、こちらですね。こちらから使ってみたいと思います。そうしましたらですね、この画面になりましたら、ここを引き下げます。iPhone の場合はですね、最初からこの画面になっていると思います。そしたらこちらでですね、この花をですね、この画面の中に入れます。そうしましたら、この下にですね、検索、文字とか翻訳とか宿題とかあるんですけども、最初開くとおそらくこれ検索になっていると思います。もしなっていなければですね、こちらをここに動かしますと動きますので、ここで検索を選択をしておいてください。この状態で、ここのシャッターボタン、今これ検索のマークになってますけども、こちらを押します。そうしますとですね、ちょうど今花のところにこれが選択されました。そしてこの下にですね、この検索の結果が出てきます。これですね、百日草。これ青くなってます。これ百日草ではないかなというふうにですね、判断されています。これ百日草で間違いないんですけども、こういう状態になります。もしですね、これがこういう場所でシャッターが切られてしまった場合にはですね、これ違う検索結果になってしまいますので、これ、こういうふうにですね、選択範囲が変えられるんですね。こんな感じですね。ですから、こういう部分にするとかですね、まあ、こういう形にするとか、ちょっとここら辺を変えてあげるとですね、この検索結果がよりですね、正しいものになってくると思います。こんな使い方になります。そしてですね、この下にまず花の名前が出てくるんですけども、このずっと下はですね、百日草をネットで検索したのと同じようにですね、この育て方とかですね、ウィキペディアの情報とか、こういうものも出てきます。花の名前を調べるのを Google レンズだけでもいいと思うんですけども、今回ちょっとユニークなというか、見やすいアプリがありましたのでご紹介します。これ、花の名というものでですね、どういうものかというと、こちらをですね、開きますと、ここに千葉工業大学というふうに出てきます。これどういうものかというと、この花の名アプリというのは開発者がですね、千葉工業大学ステアラボ、人工知能ソフトウェア技術研究センターというところが開発したものみたいです。今ですね、ここに書いてあるんですけども、最初は花のですね、種類が406ぐらいだったらしいんですけども、今はですね、770に大きく増えたということになっています。使い方はですね、これ開きますとこういうふうに出てきてですね、スマホを花にかざすというふうに出てきています。それこういうふうにですね、この花にですね、スマホをかざしてしばらくするとですね、ここに名前が出てくるんですけども、これまだ開発途中のためかわかんないんですけど、出てきない時もありました。その場合ですね、ここのカメラのマークをタップしますと、ここにですね、ここ、見えますかね、百日草属 99% というふうに出てきてます。で、使い方はですね、ここのですね、プラスを押すとですね、花が何種類かある場合ですね、ここを押すとですね、その何種類かのですね、花をですね、こちらは何、こちらは何というふうに表示してくれるみたいです。こちらが今なんか菊花というふうに出てますね。あと一つが、本当はね、もう一つここにね、出てくるはずなんですけども、ちょっと出てこないみたいですね。
こういう機能も入っています。あとですね、こちらですね、ネットが繋がってなくてもできるということで、要するに電話会社さんのですね、通信が繋がっていなくてもですね、判別ができるということでやっています。今これ Wi-Fi が入っていますので、まず Wi-Fi を切って、こちらのモバイルデータ通信というのが、こちらが電話会社さんの通信ですので、こちらも切っちゃいます。で、これで花の名を立ち上げて、これ出てきますね、キッカー。それでちょっとこちら側だけやってみましょう。アフリカンマリーゴールド。こちらが、百日草。こんな感じですね、今ね。この家のですね、Wi-Fi も切ってありますし、モバイルデータ通信も切ってありますので、ここ繋がっている場合、ここ4G というマークがどちらかに出てくるんですけども、そちらも繋がっていませんので、あ、これも便利ですよね。ネットがないとこでもこれでですね、このように確認をすることができるみたいです。すごいです。これはいいと思います。あとはですね、こちら撮った写真からですね、判断もしてくれます。例えばこちらですね。あとここにですね、アフリカンマリーゴールドというふうに出てきてますので、まあ、こんな形でですね、画像からも検索できます。ではこれでですね、このスマートフォンを持って外にちょっと散歩をしながら花の名前を調べてみたいと思います。今ですね、近くの河川敷をですね、散歩しながら花の名前をですね、調べようかと思ってるんですけども、なんと花がない。ではですね、こちらの花を調べてみます。Google レンズを開きます。そしてですね、これを下にして、この状態でですね、検索になってますので、こちらでシャッターボタンを押します。そうすると、これ一つだけでなんか選択されました。これだとですね、こちらのものが第一候補みたいですね。本当はこっちなんですけども、この場合ですね、もうちょっとおそらくこれ広く購入、選択した方がいいんじゃないかなと思います。それを見込み中で、あとこれですね、セイタカアワダチですからこんな感じでね、ちょっとこういう空中しているものは、選択範囲をですね、広げてやると正しい結果が出てくると思います。そうしたらもう一つのアプリですね、こちらの花の名を使ってやってみたいと思います。こちらを開きます。それで、シャッターボタンを押してみましょう。押すと、秋のキリン草、セイタカアワダチ草。ここですね、出てきましたね。セイタカアワダチ草。80% の確率で合ってるというふうになっています。なかなか優秀ですね。こんな感じです。そしたら、こちらでね、ちっこくて可愛い花があるんですね。黄色い花。指で比べるとこんなにちっちゃいんですけども、こちらを調べてみたいと思います。まず、Google レンズからやってみます。で、これで、検索と。そうすると、あ、これ、似てますね、これね。これは何かというと、ここにね、似た花があるんですけども、せめて身の回りの草花ぐらい、雑草名ぐらいがっていうふうに。で、こちらをですね、タップしますと、三つもわって書いてありますね、三つもわ。で、これをですね、もう少し、ここをですね、範囲を狭めて、この花だけにしてみますね。こんな感じで。そうすると、イエローウッドなんとかっていう風な花になっています。こんな感じで、なんかこれが似てるのは片葉みかね、似てますね。Google レンズの結果、こんな感じです。じゃあもう一つのアプリですね、花の名を使ってみます。それでですね、やぶっと、片ばみって出てきますね。片ばみ、もうちょっと近くでしょう。片ばみ 91%。片ばみみたいな感じですね。では、こちらの花でやっています。これ正解はですね、マリーゴールドなんですけども、やってみましょう。まず、Google レンズから。
こちらですね。ちょっと近いので離して撮影と。そしてこれで、2種類出てきますね。こちら、千住菊とマリーゴールド。似てるんでしょうね。これちょっと、もうちょっと花だけにしてみますか。これで今ね、花だけ選択しました。そうすると今度は英語の結果になってしまいますけど、こんな感じでできます。次にこちらのですね、花の名の方でやってみたいと思います。万寿菊。ここ万寿菊ですね。万寿菊と似てるんでしょうね。マリーゴールドの名前は出てこない。こちらで行くとですね、これで万寿菊と出てるんですけども、こちらを押しますと、ここにですね、万寿菊というのはですね、別名がですね、ここマリーゴールドと出てます。ですから、これマリーゴールド、万寿菊と同じものみたいですね。これで決定と。で、これで保存するならば保存とします。この保存というのは写真を保存するということですね。こんな感じですね。使うことができます。使うアプリですね。まず、Google レンズ、こちらですね。こちらから使ってみたいと思います。Android の場合は、こちらの Google レンズというものが、こちらの方のプレイストアにあるんですけれども、iPhone はありません。iPhone の場合は、こちらのですね、Google というアプリが App Store にございますので、こちらをインストールしてください。そうしますと、このような状態で開きますので、そしたらですね、こちらの方のカメラのマークが、こちらが Google レンズになっています。こちらから使ってみてください。Android の方もですね、Google レンズをインストールしなくてもですね、まあ、こういう窓があると思うんですよね。こちらのここにやはり同じように Google レンズがありますので、こちらを使ってみてください。はい、今ですね、散歩しながらですね、花の名前を調べたんですけども、あのちっちゃい花の名前もですね、まあ、大体わかりましたので、まあ、非常にこれやっぱ持ってですね、歩って花の名前をですね、調べながら散歩すると楽しいんじゃないかなと思いました。Google レンズの方は、やはりですね、Google のいろんなデータベースがあるので、花の名前だけでなくてですね、その育て方とかですね、いろいろな情報が載っているので、とても便利に使えますし、もう一つのですね、花の名というアプリをですね、すぐ下にね、その画面の中にですね、花の名前が出てくるので、まあ、こちらもですね、非常に、見やすいのではないかなと思いました。はい、ということでですね、このチャンネルでは、まあ、いろんな動画をアップロードしています。今回のようにですね、アプリの使い方も紹介していますので、ぜひですね、チャンネル登録、そしてですね、こちらのいいねボタンもよろしくお願いいたします。それではまたありがとうございました。失礼します。さよなら。